ジャンヌ・エビ・ュテルヌは、フランスの画家。アメデオ・モディリアーニのお気に入りのモデルであり、内縁の妻であった。パリに生まれる。父、アシェル・カジミールは、ボン・マルシェ百貨店に勤めていた。画家を志していた兄・アンドレによって、モンパルナスの芸術家村に連れて行かれ、当時は、画家の卵として苦闘中の藤田嗣ぐのモデルになった。しかしながら彼女自身も、 画彩を発揮し、美術界に入ることを望んだため、アカデミーコラロッシに入塾することになった。そこで1917年の春に、当時は美術学校のモデルを務めていたウクライナ出身の女性彫刻家、ハナオルロフによって、モディリアーニを紹介される。エビューテルヌは、間もなくこの超人的な芸術家と恋に落ち、熱心なローマカトリック信者の家族の反対を押し切って、 ユダヤ人のモディリアーニの元に転がり込むのであった。エビューテルヌの肖像作家のシャルルザルベール、サングリアによると、エビューテルヌは穏やかで、内気で、無口で繊細な女性であったので、モディリアーニの主要な画題になったという。1918年の秋に二人は、モディリアーニの画唱の望みを入れて、コートダジュールの温暖なニースの地に移る。画唱は、モディリアーニならば、 悲観で同地を訪れる金持ちの芸術愛好家に自作を売って名前を挙げることができるだろうと目論んだのだった。ニース滞在中の11月29日にエビュテルヌは娘ジャンヌを出産した。翌春、二人はパリに戻るとジャンヌはまたもや妊娠していた。この頃までにモディリアーニは結核性の髄膜炎を患い薬物乱用によって弱気された。 合併症のために衰弱しきっていた。1920年1月24日に、モディリアーニが没する。エビューテルヌの家族は娘を自宅に連れ帰るが、本人はすっかり錯乱状態にあり、モディリアーニの死の翌日、お腹の子供を道連れに、集合住宅の5階の窓から身を投げた。エビューテルヌの遺族は、彼女の自殺は、モディリアーニのせいだとして、エビューテルヌの亡骸を、 バニュー墓地に埋葬した。それからおよそ10年後に、エビューテルの一家は、とうとう折れて、しぶしぶながらもペール・ラシェーズ墓地のモディリアーニの傍らに、ジャンヌの亡骸を改装することに同意した。墓姫には、究極の自己犠牲をも辞さぬほどに献身的な伴侶で、あったとある。孤児となった長女ジャンヌ・モディリアーニは、フィレンツェに住むおば、マルゲリータの幼女となった。 両親のことは何も知らずに成長し、成人してから両親についての調査を始め、1958年に、暴風について、表伝を表した。これは日本では、柳原遺作の翻訳により、モディリアニとして出版されている。美術史やが、エビューテルヌ家の相続人を説得して、ジャンヌエビューテルヌの遺作を公開することが許されるまで30年、以上の歳月が流れた。 2000年10月に、エビューテルヌの作品がベネツィアにおける、モディリアーニの展覧会における目玉として、ジョルジョ・チーニ財団によって展示された。2007年には、日本の各地で、移動展覧会として、彼女の作品が展示された。ありがとうございます。